こんばんは、平井博明です。パーの取り方教えます。取りたいね、パー取りたいよね、うん、だって全部パー取ったら72だから間違いないスコアカード通りだよね。すごいよね。そう、今回その YouTube ではそのパーの取り方っていうのをやっていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。パーはエリアを作るんですよ。どういうことかというと、グリーンの大きさが一つのエリアだとします。って言ったらパー3のショートホールって一応ティーグラウンドからグリーンまで1打で届くじゃない。そうするとティーグラウンドからグリーンのエリアを狙っていくじゃない。パー4になると1打目でグリーンに届かない方がもうほとんどじゃない。ってことはショートホールを2つ作る。ドライバーから自分の飛距離のところを想定したところにまず大きいグリーンぐらいのエリアを作る、1個目ので、そこから本当のグリーンのエリアに打っていく。なるほど。そうで、それがどういうロケーションが自分が得意か、持ち球もそう、ピンポジションもそう。まずはティーグラウンドからピンポジションを把握することがまず大事。そう、グリーンのセンターなのか右なのか左なのか手前なのか奥なのかっていうのももちろん把握してた方がいい。ミドルホール行くね、ティーグラウンドからヘアウェイのそのサークルの自分の飛距離のエリアになんとなく打っていかなきゃいけない。でもちろんそれが狭ければ狭い方がいいの、いいんだけど、でもやっぱりヘアウェイの端から端の大きいエリアだと打ちやすいから、そのエリアをどう動かすかなんでね。時にはそれがラフにかかっても俺は全然いいと思うの、打てれば。それがよっぽどな急傾斜だったりその OB に近い方とかだったら良くないけど、でもほぼほぼ平らなラフで全然木がなくて打てるよっていうんであれば、何もヘアウェイの真ん中にエリアを置く必要はなくて、半分ヘアウェイと半分ラフの大きいエリアでも全然 OK だ。その自分の OK 範囲のエリアをどこにどう作るかっていうのがすごいパーを取る重要なポイントなのね。それをロングホールだったら3回やる。もちろん得意な番手もあるし、プレッシャーなんかも番手によって変わるから、例えば500ヤードだったら200ヤード200ヤード100ヤードでグリーンに届くわけじゃない。そしたら200ヤード飛ばして、そこからまた次200ヤードのエリアに飛ばして、次に100ヤード3打目が最終グリーンに乗せる最終のショットじゃない。その100ヤードがどれぐらい自信があるかなのよね。でそれが乗らなかったらパター持てないわけだから、そうだからその最終打グリーンに打つショットをどのヤーデージで残すかっていうのはもちろん大事なことで、もちろんそのバーディーを取る時なんかもそういうのは必要になってくるんだけど、よりパーなんかはバーディーよりも1打余裕があるわけだから、もっとこう余裕のある広いエリアを狙ってティーグラウンドからグリーンに行くまでの間全部それをやらなきゃいけない。もちろんそれには最後パターを決めなきゃいけないっていう条件もあるじゃない。ってことはもちろんパターも練習しなきゃいけない。だからそういうエリア分けをすることはすごいパーを取るためには大切なこと。まずやっていただきたいのはオールボギー90回を狙う。狙う。きっちりオールボギーの90回で回ることができれば、うん、結構ゴルフのマネジメントはついてきてる。あ、そう。うん、パー4ね、うん、4を狙うと6も来るの、ダブルボギーも来る、うんうん、だけど意外と最初からボギー5を狙っていくと、うんうんうん、プレー自体に余裕が出てきたり焦りがなくなる。そうか、5で計算してるからね、最初から。そう、常に余裕のあるショットが打てるようになってくるんだよね。意外と最初からパー4をボギーで上がろうとすると無理にドライバーを持つ必要がなくなってくるわけよ。例えば400ヤードのミドルだったら150ヤード150ヤード100ヤードでグリーンじゃない。そしたらアイアンでも2パットで行ける過程だったらボギーで上がれるじゃない。でそういうアイアンを持つ勇気も必要なんだけど、そういう組み立て方で本当にスコアだけ90で回りたいっていうんだったら、うん、そういう攻め方は最初はありで、最初はっていうのは、うん、もちろんその本当の90っていうかちゃんとドライバーを打って、うん、ちゃんと次アイアンを打って90を出したい方もいらっしゃる、うん、そういう場合は一旦90を出すことを自分の脳に覚えさせることが大事なのよ。そう、どういうマネジメントをしたら90が出るか、だから何も最初ドライバーを持って、うん、打つ必要はなくて、でセカンドショットも
無理にウッドを持つ必要はないから、パー3だったら2打でグリーンに乗せるためにどうするかを真剣に考える、パー4だったら3打でグリーンに乗せることを真剣に考える、そういうことをティーグラウンドからやってると全然スコアって変わんない。意外とそれって恥じらいだったり人からの意見だったり自分の許せなさだったりでできない方やらない方も結構いるけど、でも本当に数字だけだったら俺はやっていいと思うんだよね。あれだってレッスンの時にアイアンアイアンアイアンでパー取らせるっつってなって、あ、全然全然全然やる、ね、うん、俺がやるけどね。あ、うん、7番7番パターパターとかね、でパー取ったりとか。なるほどね、うんうん、あ、そっか、見せんのかよ。そう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 、だからね、レッスンのラウンドとかだったら、うん、白マークからやるから、うん、320ヤードとかだったら、うん、全然77とか76とかで乗るから、うん、そしたら普通に次パターで2パットでいけばパーだから。そうだね。そう、だからそういうゴルフの手段もありますと。やり方はねないからさ、うんうんうん、ルールとマナーだけねやっとけばもう全然問題ないから。そっか、アイアンでティーショット打っちゃいけないっていうルールはない。そう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 、だからそういう攻め方だよね。すごいプレッシャーのあるホールとか、もちろんアイアンでティーショット打ったっていいし、意外と4人で回ってて、うん、3人ドライバーで自分だけアイアンって持ちづらいのよ。そうだよね。そうだけどもうマネジメント勝負だと言って、うん、全然アイアン持っていいし、でもね楽しく仲間内でやってると、うん、お前なんだよお前ドライバー持たないでとかってね、そういう会話が面白かったりするじゃない、うん、でもいや今日はスコア取りに行くって決めてるんであれば、うん、全然やった方がいいよね。意外とアマチュアの方のお悩みの一つあるよ、ガヤ。全然ある。へー。俺だってゴルフ場で今レッスンやってるけど、うんうん、そこでも聞くもんね。あ、そうなんだ、うん、別にそのお客様はすごいいい方で、うん、いやじゃないんだけど、でもゴルフ場でのお客様同士の会話って、うん、こう流せないじゃない、うん、失礼に当たったりするから、だから一応やって試したりする方がやっぱ多いね。そうすると自分がせっかく良くなってきたのにバタって崩れちゃったりねする方もいるからね、なるべく持論を人にはっていうね、本音を言えばやっぱその方はその方のねやり方があって、でその方から教えてくださいって言うんだったら別だけど、言ってないでなんか調子崩れちゃうのももったいないし。そうだからこうパーってバーディーもマネジメントなんだけど、うん、でもエリアをね自分でなるべく広いエリアを決めて打った方がいい。でその広いエリアってまあ30ヤードぐらい前後の方もいれば、半径15ヤードぐらいの方もいれば、もちろんもっと広い方もいれば狭い方もいるんだけど、まあ、なるべく無理しない程度に大きい見やすいというか決めやすいエリアをこうヘアウェイのどこかにラフでもいいし決めてもらって、だから例えばティーショットで左崖 OB で右が山の乗り面でセーフだったら、もう多少つま先上がり行ってもいいから、もう全然右打った方がいいし、うん、でもそのヘアウェイに吹き流しとかあのなんか目印のものが立ってるとやっぱそこにこ う、そう狙いたいじゃない、じゃなくてこうそれをちょっとこうずらして安全な方にどんどん逃げた方がいい、徹底した方がいい。それはタイガーの優勝争いしてる時の徹底さなんて半端じゃないからね。あ、そう、うん、全然アイアンで打つからね。あんなみんなバンバンドライバー打ってんのに、それでねよくね、いやタイガーは飛ぶからって言うけど、うん、いやそれあんま関係ないと思うんだよね。とにかく徹底してるだけだから。だって飛ぶんだったらドライバーで打った方がメリットあるんだから、ドライバーで打つよ、うんうん、でもそれよりも確率の問題でアイアンにしてるだけだから、飛ぶ飛ばないじゃないんだよね。それが全く言ってんだ。そう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 。それでスティンガーって打つからタイガーは。要はもう曲げない、早く着弾させたいっていう。あ、そうなんだ。そう。だからスプーンで目線変わらない弾道で打つから。3番ウッドとかで。そう、そんぐらい低いから。だからとにかく曲げない。うん、だもう勝ちにいってんだよね。そうなんだ。そう。だからあのタイガーですら、うん、やっぱねそういう風にやるからね、王者って言われた人がね、だからやっぱ本当自分のゴルフに徹底するってよく言うんだけど、本当、うん、つくづくもなかなかできないんだ、ね、できそうできないの周りが。そう、一人だったら絶対できるのよ皆さん。ワンサムで回ってればできるんだけど、でもねペアリングするし、
いろいろこう喋りながらやるじゃない、うんうん、そうするとあのやりづらいんだよね、うん、それがやりたいことが、うん、だそこをちょっと自分のレベルアップだと思って、うんうん、ぐっとこらえてこうだからそう持った時は持ってんだから気にしないでほしいのよ、うんうんうん、アイアン持ってるあなんか言われそうだなでも打っとうとしたらそれミス出るから、うんうん、あ自信満々にここはもうアイアンでいきますって自分で口に出さなくていいけど思ってるぐらいがいいよね、うん、それぐらい番手のプレッシャーってミスにつながるから、うん、そこちょっとパーとねかけ離れちゃったりするからだからその攻め方はすごい大事、うん、だからちょっとパーを取りに行くときなんかはエリアをこう意識していただいて打っていただいた方がいいと思います、はい、で今回はですねパーの取り方ちょっとでも参考になったらですねチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。